98番、山形県庁職員の多田達也です。よろしくお願いします。これがサスケの歴史。嫌な距離、フルド滑る、いけー、多田達也しがみついた。おはよう。あ、緊張ほぐれるな。今日は山形からわざわざ、山形県庁からわざわざ出張で来てくれました。同僚のキテケロ君です。忘れたみたい。なんだこれって目線がすごいよね。いいね。あ、いい。タッチできるんかい。タッチできるんかい。あれ、触れたの？触れた。お、仲良くなったね。あれ、いけるの？やったー。やったじゃん。やったじゃん。山形パワーで頑張るぞ。お。あげないのって初めてだ。これが先輩ら言ってた、これ。こみ上げるこれなのかな。全員のを見届けなきゃいけないからね。どうやってるんですか、その前の整え方って。ねえよ、もうそんな。わあ、毎日ああだよ。俺ってしますよ。俺だよ、もう今日もなるけど。俺、ウさんの後ですもんね。そうだよ、頑張れよ。こんなこと今までなかったし。初めてだ。はい。いろんな方々が背負ってきたもんだと思うんですけどね。僕は何番でも、割と前半の時もあれば後半の時もあったんで、何番でも同じ気持ちでやってやろうと思ってたんですけど、初めて今回寝れなくって、前の日。それはゼッケンの重さなのか、新エリアとかそういう要素なのか、何が一番？全部じゃないですかね。全部がこう複雑にミックスされて、周りの期待値も年々上がってるしで、それがまた何かを生み出してしまっている。まあ良くも悪くもですけど、なんかそれをバネにして強くなれるぐらいの選手になったら大したもんなんだろうなって思います。新エリアの切り返しとか、どう坂道に着地したときにどの姿勢だったら崩れないのかな。あとはやってみないと分からないですけどね。ここ、はい、これでうえーってくれよこれよっつって、でもちょっと入る、はい、でトントン上待つ、トントンこんな感じ。あんまり止まって待つ暇はない気がする。止めてない。時間はないよ。ない。大丈夫ですか。よし。リストとして、まあ新エリアありますけど。あ、もう本当に自分の持ってるもん出して伸び伸びやろうと思ってるんで。やばいね。ちょっと緊張しすぎだよ。でもいつもこんななんだ。今から呼吸して。面白いね、結構欲しいもんなんですよ。すごい迫り方がねえ、完全制覇者の後でしょ。なんて誇り高いんだ。22年以上活躍あるだろう営業マン漆原雄介。行きます。これは森本雄介の最大戦。苦しいかワーストステージ。ファイト、俺の分まで頑張って。ダンジャーのワーストステージ組み合わせ。あれ、いやー、絶対似合ってるよ。めちゃくちゃもう本当に番号だよ。サスケ新世代はまだまだ。ナイス、オールベンス、サンキュー、ハブグルマン。今流れます。頑張れ、人はそれぞれ横の年を取っていきます。新エリアすごいね。すごい声が出た。おお、見た目大きいよ。次ラストだよ。ラスト、オッケー。はい、オッケー。
ネネが今、あの中に入ってる奥さん。違う。はい。はい。そうですね。光栄ですね。7ゼッケンもらっちゃって、先輩たち通ってきた道なんで、ね、繋いでいきたいですね。どう今回流れ？流れはあんまり実は気にしてなくて、もう自分の持ってるものを出し切る、家族と突き進むっていうのが僕のテーマなんで、まあ、それを出していくだけなんで、まあ、なんていうかファイナリストっていうのはあまり気にしないようにしてたんですけど、過信じゃなくて自信にしてやっていきたいと思います。ファイナリストは事実だから、はい、自信にしよう。そうですね。あとはいつも通りやります。山形県民が応援してると思う。あ、そうですね。100万人の代表としてやりきりたいと思います。タラッチの並走します。なんかすごい緊張してる感じがする。めっちゃ機嫌悪いんだけど。ダダーって。いってらっしゃいって。ゆいと、ゆいと。めっちゃ機嫌悪い。眠てえ俺はっていう。はい、ごめんなさい、お願いいたします。しゃあ。ダダ頼むぞ。ダダ頑張れ。ダイヤいるからね。楽しんでこう。終わります。実況まで5秒前4、3、2。すさまじいサバイバルを乗り越えてたどり着いた2度目のファイナルステージは大惨敗、ぺしゃんこだったと振り返ります。だからこそ今年は思いがより高まっている。家族とつかむ、山形へ届ける完全制覇、山形県庁の星、多田達也31歳。よし、頑張ろう。よっしゃー。今年6月には山形県のさくらんぼ大使に就任しました多田達也です。回転させないように押さえつけながらローリングヒル上りをクリアし、下りはジャンプ。そしてシルクスライダー、山形県の地の利をフルに生かした練習で完全制覇を目指していきます。山形県に勤務しています、理学療法士、その知識と経験を生かしてトレーニングを積んでいます。フィッシュボーンだ。スルスルと田田達也らしく、ナイス、ナイス、オッケー、完璧。スルスルと田田達也らしく、スピード感があふれるパフォーマンスを見せている。頑張れー、うえー、ツインダイヤ。この辺りは山形県で培ったその力で越えていきました。山形県で培ったその力で越えていきました。カモン、ゴー、はいはい、よしよしよし、誓った、よしよしよ。非常に順調。ここ落ち着いてね、大丈夫よ。よく見よう、よく見よう。2020年以降毎年つけている日記、そこにも記したドラゴングライダー攻略、しっかりと超えていきました。そこにも記したドラゴングライダー攻略、しっかりと超えていきました。頑張れ、よしよし、神神へ、よしよしよし、はい、完璧、はい、終わろう。オッケーオッケー、まだ50秒ある。ファーストステージ、惨敗経験のないファーストステージは多田達也にとって最も緊張するエリアだと話しています。プロポーズをしたドラゴングライダーを超えて、そしてタックルも押し込んでいきました。あと37秒、全然余裕、35 seconds、 頑張れ、いけ。森本世代、戸
完全制覇を目指す仲間たちが声をかけていきます。残りは30秒。いよいよやってきたそり立つ壁 4.5 メートル。安定感ありますね。いよいよやってきたそり立つ壁 4.5 メートル。何も心配ない。ストロングレッグサル、おい足上げてこ。家族と今年は掴みに行く。もうやったよ、家族と今年は掴みに行く。やって壁なのもう今。全然大丈夫。うん、全然よ。山形の皆さんに届ける完全制覇となるか。多田達也、山形県庁の星、コンプリートスタートなるか。その一歩目、坂を登った、壁を登った。いけ、よっしゃー、いけ、よっしゃー。多田達也もクリアした。さすがファイナリストやな。安定感全然もう貫禄や。実績が壁を登った、多田達也もクリアした。なんでよ。森本世代、さあ森本世代まさに全盛期。これで4人目。37回大会、大晦日の生放送、40回記念大会、2度のファイナリストは12秒残してセカンドステージに向かいます。いや何も問題ないね。何も心配してなかった。ちゃんと1個ずつね、確認してできてたのがやっぱ落ち着いてるよね。全然ベテランですね。あ、素晴らしい。全く危なげなかったですね。完璧すぎて全然心配がなかったです。あ、これはいけるなと思いながら見てました。やだって言われてもクリアしたんだもん。今までは完全制覇の目標を口にしてこなかったが、今年はファイナルの頂を目指すと話しています。多田達也の初めてのツインダイヤ、ドラゴングライダー、順手で掴んで体を思いっきり振ってクリアしていきました。最後のそり立つ壁 4.5 メートル、仲間たちの声を受けて、声援を受けて、しっかりと登り切った多田達也、安定のファーストステージクリア。セカンドステージに向かいます。めちゃくちゃ緊張した。やっぱ新エリアありましたもんね。新エリアはあったし、こんな重たい絶景もらうと思ってなかったんで、ね、そうですよ、98ですよ。重たいこと重たいことね。でね、今回県庁からも応援来てくれてたんで、はい、もうそういうプレッシャーもあって、あ、なんか出てきそうになっちゃいました。ほっとしましたね。ちょっとだけね、ほっとしましたね。まだまだこれからありますよ。そうですね、今日はここ通過点なんで、ファイナル大惨敗取り返すために向かっていきたいと思います。楽しみにしてます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。余裕だったね。チェイス。やらしい。ナイスファイト。全然もう、えーし、足効いたわ。いや効くよ。全然そうだった。いやでも全然サンキュー。ありがとうございます。余裕で頑張って。いや、2人のや、3人か、3人やって。あ、純くんはちょっと違うな。間違いない。なんでだよ。違う競技。2人やってんのね、参考にしてたから信用しちゃった。 いけるだろう。よーし、よかった。壁結構ね、食いしばってたね、登るときね。あれ、ふわふわしてる。そう、分かる。ふわふわしてるって。やっぱり、ゼッケンの重みなんじゃない。ふわふわしてる。重たかった。そういうのね。どうでしょう。前からぜいぜい言ってたから、ただ8はやばいでしょ。あ、よかったよかった。新エリアって、あれ楽しいね。いいよね。うまくできると楽しいね。うん、あれ気持ちいいよね。3年とわけわかんないけどね。いや、いい判断だよ。上行った時もちゃんと見えてたしね。あのですね、壁やってる時に、え、今からこうやるのって。
違う、今壁だよっつってもうやったよ、やった今年は掴みに行く、やって壁なのもう今幸せしてるんだよよくよくただありがとうありがとうただお疲れ様お待たせしました再開します参ります今日まで5秒前4、3、2、4よく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 山形へ届ける完全制覇、山形県庁の星、多田達也31歳今年6月には山形県のさくらんぼ大使に就任しました多田達也です。回転させないように押さえつけながらローリングヒル上りをクリアし、下りはジャンプ、そしてシルクスライダー、山形県の地の利をフルに生かした練習で完全制覇を目指していきます。山形県に勤務しています、理学療法士、その知識と経験を生かしてトレーニングを積んでいます。フィッシュボーンだ、スルスルと多田達也らしくスピード感があふれるパフォーマンスを見せているツインダイヤ、この辺りは山形県で培ったその力で超えていきました。非常に順調、2020年以降毎年つけている日記、そこにも記したドラゴングライダー攻略、しっかりと超えていきました。ファーストステージ、惨敗経験のないファーストステージは多田達也にとって最も緊張するエリアだと話しています。プロポーズをしたドラゴングライダーを超えて、そしてタックルも押し込んでいきました。森本世代ともに完全制覇を目指す仲間たちが声をかけていきます。残りは30秒、いよいよやってきたそり立つ壁 4.5メートル、家族と今年は掴みに行く、山形の皆さんに届ける完全制覇となるか、多田達也、山形県庁の星、コンプリートスタートなるか。その一歩目、坂を登った、壁を登った多田達也もクリアした。U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。